百円硬貨銅七十五パーセントニッケル二十五パーセントの白銅製。白銅は銅を主体とし、ニッケルを十パーセントから三十パーセント含む合金である。ニッケルの含有比率には多少ばらつきがあるものの、含有量の多いものについては銀に似た白い輝きを放つので銀の代用品として、 貨幣などに使われる。一例として、昭和30年代頃は銀貨だった100円硬貨は、その後の銀貨格行動を受けて、白銅製に切り替えられ、現在に至る。日本の100円硬貨、50円硬貨、初代500円硬貨は、CU75%NI25% の白銅である500円硬貨の外縁部分は銅、亜鉛、ニッケルの合金である。 ニッケル王道製。なお、三代目五百円硬貨の中心部分にも、白銅が用いられている。世界的に銀貨が一般流通用に見られなくなった現代、社会においては、制銅が低額硬貨に用いられるのに対し、白銅は高額硬貨に多く用いられる。また、海水に対する耐食性が高く、海水淡水化の設備や、船舶関連の部品に多く使用されている。 天性に優れるので小銃の薬鏡に用いられる。王道製のものに比べはるかに薄くできるので航空機搭載の機銃の薬鏡に使われた。現在ではピストルの薬鏡にも使われている。日本語の白銅の語はニッケルが日本で使われるようになった。明治以前は銅と鈴の合金のうち鈴の含有量の多い白銀色のものを指していた。古代の銅鏡は その原義の白道を素材とするものが多かった。ありがとうございます。